は5年目ですね。はい、教会今17期なんですけど、12期後期に入ったので、で5年目でラストチャンスで新人を取ったと、そんな感じです。まあシンプルに麻雀が好きすぎてですね、もう本当大学生の時にもうどっぷりハマっちゃったんで、もう寝ても覚めても麻雀って感じでしたね。はい、今でもです。はい、11年経ってるし、もう全然もう熱冷めるどころかもう燃え続けてますよね。すごいですね。はい、結構その当時から番組とか放送対局とか見てて、そのプロの人たち その活躍というか、その麻雀の一打一打を見ると、その当時、まあ、まだなんて言うでしょうね、パイ効率とかもおぼつかないくらいのレベルだったんで、もうひたすらにかっこよく見たんですよね。でこんな世界あるのかと、どれくらい強いんだろうって知りたくて門を叩いたって感じですね。いやー、イメージ通りではなかったですね。どちらかというと苦節というか、入った当時、まあ、入会すると一番下が C3 だったんですけれど、入ってすぐにその D1 リーグっていうまたもう一個下の方ができて、そこにすぐ落ちちゃったんですよね。でそこでずっとなんかあがいてる感じで、もうなんて言うんでしょう、ゴリ夢中というか、もう暗中模索の時期がずっと続いてましたね。やっぱりもう本当おめでとうの声がめちゃくちゃ多くて、なんて言うんでしょうね、あ、こんなにいろんな人から応援されてたんだなっていうのを思うと、もう感謝感謝ですね。だいたい週に4回から5回くらいチャンスを勤務で、で残りの日はまあ休みに使うこともありますけれど、だいたい麻雀に関わること何かしてますね。はい、競技セット、仲間集めてセットやったりとか、あと最近だと解説の声をかけていただくことがあるので、その放送対局とかを見て自分でその音声消して自分で解説練習したりとかしてます。だから天候をよくやってまして、まあ、それはプロになってから始めたんですけど、その結構いろいろパイプが残ったり、その実際にその天候ですでに高段位の方たちの麻雀をそのリアルで観戦することもできるんで、非常に便利なツールがあるから、これやらなきゃ損だなと思ってやり始めました。今は九段ですね。アカウント名がひらがなでジーサーです。ありますね、いっぱいありますね。ルールこそやっぱ違いますけど、なんでしょう、その麻雀の打ってる内容もそうですけど、特に忍耐力じゃないですかね。ひたすら画面越しにずっとやり続けなきゃいけないんで、やっぱり我慢というか集中力が続かないとやっぱ負けちゃいますね。よくできてるなって思います。趣味は結構いっぱいあるんですけど、まあ取り上げて言うならば、まず自転車ですね。去年の夏ぐらいに、まあ、ちょっといい値段する自転車買いまして、まあ、そこからすごくハマっちゃいまして、まあ、休みの日とかあると、まあ、どっか出かけるにしても自転車使って、まあ、10キロ20キロくらい普通に走っていって、でその目的地なんか美味しいご飯調べお店調べたりとか、卓球もそうですよね、はい、さっき言った卓球もそうですし、あと読書ですね。はい、特にミステリーを読むことにちょっとハマってまして、はい、まあ、月に 2,3 冊は読むようにしてますね。あやつじさんですね。あやつじゆきとさん王道かもしれませんが僕はそこから入って、もうあやつじさんってしかも麻雀もすごい達者な方じゃないですか。だからなんて言うんでしょうね、共感というかリスペクトの念がすごいですね。だから意外と何でもやりますね。はい、結構いろんな興味があったものはとりあえずやって、まあ、はい、好奇心は結構強い方ですね。ざっくり言うならばやっぱりトッププロになることですね。まあその中にはもちろん、自分が今打ってる天鵬の天鵬位を目指すだったり A リーガーになるだったり、そういうのを含めてトッププロになる、まあ夢のある話だなとは思いますよね。ついにスポンサーついて、その要は対局料をもらう側になるという話なんで、まあ、まだまだ僕にとってはですけど、まだまだ現実的な話ではないんで、いまいちピンときてないところもありますけれど、まあ、今後の展開次第ではっていくところですね。はい、この度新人王を取ることができました、佐治俊明です。タイトルは取れたんですけれど、まあ、これにおごることなく今後も精進していけたらなと思ってます。応援よろしくお願いします。